あ、どうも皆さん、こんにちは。あ、どうも皆さん、こんにちは。今皆さん猫もシャクシもチューブレスなんて言ってますけど、私は多分ねずっとチューブで行くと思いますね。で、そんなチューバーの皆さん、あ、チューブって言ってもあれですよ、チューブラーじゃなくってクリンチャーのチューブアリのことですね。で、パンク修理はよくやるんですけど、よくやるっていうかね、まあ、結構トラブルが多くてパンク修理することが多いんですけど、この頃はねしないですね、パンクで。する機会あると思うんですけど、皆さんパンク修理キットどれ使ってますか？ロードバイク用のパンク修理キットを使ってるっていう人が多いと思うんですよ。なぜなら100円ショップとかに売ってるママチャリ用のパッチってめちゃくちゃ分厚くって伸びた時についていかないんですよね。だからこれはロードバイク用なんで、ついていってるんですけど、これのもっとひどい状態ですよね。ゴムは全然伸びてなくって、こうチューブが伸びてるっていう状態。あれだと結局、ここにまたエッジのところに負荷がかかってきて、ここも剥げますし、抵抗にもなるっていうんで、良くないということで、皆さんのロードバイク用使ってると思うんですけど、実はロードバイク用でも違いがあるんですよ。これちょっと今ここ開いちゃってるんでね、空気が開いちゃってるんでちょっとごめんなさいなんですけど、ここですね、ここパンク修理してるの分かると思います。あとはここですね、ここもパンク、ここもパンク修理してます。あとは、ここも修理します。これはちょっとね、わけがあって、タイヤ側がね、バーストしちゃってたんで、連続でパンクしちゃったんですけど、このタイあのチューブはそうですね、タイヤ側に問題があってそれに気づかないで、パンク修理して、破いちゃってます。概要欄にねその動画貼っとくんで、興味があったら見てください。原因が分かんなかったんですよ、最初。なんでこれパンクしちゃうのかなってね、パンク修理して数百メートルするとパンクするっていう状況になっちゃってたんですけど、実はこれパッチがね違うんですよ。こっちとこっち違いがね、分かりますかね。ちょっとね分かりづらいかもしれませんけど、もうねこっち硬いんですよ。硬い、こっち柔らかい。この線があるじゃないですか、この2本、こっちは2本線がうっすら見えてるのに対して、こっちはちょっと見えないですよね。そこら辺からも厚みの違いが分かると思うんですよ。こっちのパッチも厚いパッチですね。もうこうしてる時点で全然こう厚みが違うのが分かると思うんですよ。ちなみにちょっとこれ正確じゃないんですけど、例えばノギスでこう測ってみると、中心部で測ると3とかなんですよ。3で、こっちが2.1 とか、全然すごい強く押しないですよ。2.1 とかなんですよ。全然こう薄さが違うっていうのが分かると思うんですよ。ちなみに空気も入れてみましょうか。空気入れるとこっち側の厚い方のパッチですね。厚い方のパッチで、薄い方はどうなってるかっていうと、こんな感じ。全然違いますよね。すんごいこう滑らかですね。というわけで、ロードバイク用でもこういうのもあれば薄いのもあるっていうことです。じゃあそのパッチはどれなのっていうと、これですね。少ない数で売ってないんですよ。これ普通のパッチのキットなんですけど、これもう中身はね入れ替えちゃってます。これもうすでにこの超薄型っていうの入ってます。ちなみに気になる方はね概要欄にリンク貼ってあるんですけど、30枚入りでしか売ってないんですよ。ただ、30枚で考えると安いんですよ。ただ30回もパンクするかっていうとしないですよね。だからちょっとね不便なんですよ。本当はその10枚入りとかを売ってほしいんですけどね。ちなみにワイズロードとかに10枚入りが売ってるんですけど、安くね、
でもあれはね普通のロードバイク用なんですよ。だから超薄型じゃないんですよ。だから超薄型欲しいっていう人はもうどうしてもこの30マイリっていうのを買わないといけなくなっちゃうんですよね。中国のアリエクスプレスで探してもね やっぱしないんですよ。だからやっぱこれをもう買うしかないっていう感じです。で、物自体はね、30マイリで買うとこういうセットになってます。ヤスリとパッチだけで、ノリはついてないです。ノリとかはね、あのワイズロードとか行けば単体で売ってるんで、そういうのはね、あのワイズで買ったらいいと思います。この確かノリもね、どうだったかな、あ、これはね単体でマルニのやつ売ってます。で、じゃあちょっとねパッチ修理していきましょうか。まずはこうちょっとね細いんでやりづらいタイプなんですけど、まずはこうノリがね食いつきやすい、ノリとそのパッチが食いつきやすいように表面を削ります。でこれねパッチがねこうはみ出るんですよ。だからまあちょっと外側 こっちもねやっとくと。結構あるのがそのサイドがあんまりその食いつかなかったっていうことがね結構あったりするんで、それで、ノリをつけていくんですけど、もうこのノリないかな、ありそう、最後のノリですね。ちょっと広めにで横、あの安いんでね、 あんま遠慮しないでどんどんやっちゃって使っちゃっていいと思います。で、すぐに塗っちゃダメです。乾かないと食いつかないです。で、これ貼ってくんですけど、ポイントがあって、これねこう貼っちゃダメです。実はこう貼った方がいいです。なんでかっていうとですね、ここがやっぱね貼り付きづらいんですよ。このパッチ小さいからまだいいんですけど、もうちょっと大きいパッチとかが結構あると思うんですよ。だから、チューブに対してこのパッチが大きいんで、ここがね端がこうくっつきづらいんですよ。で貼るときにまずこうこっち側ですね、端って言ってもこの横側を、まあ、最初にこう貼っていくんですけど、こう貼っちゃうとですね、この透明なフィルムの幅が狭いんで貼りづらいんですよ。力をかけづらい。なのでこれを斜めにして、そうするとこの余白がですねこう広いじゃないですか。余白が広いんで、パッチが貼りやすくなると、横側のですね。ですからもう大丈夫そうですね。剥がしてどこだったかちょっといまいち覚えてない。貼ったらまずはこうしてこっちにこう横にこう引っ張るんですね。じゃないとここに空気が隙間ができちゃうんで、で強く握ることですね。これ圧着させます。力を加えてハンマーで叩いたりもするらしいですけどね。で横がついたら、まあ、縦の横をきっちりやって縦も圧着させて、当然センターも強く。鉄とかハンマーとかで圧着したりとか、あとはなんかこう鉄でね擦ったりして圧着させたりもすると思うんですけど、まあ指で大丈夫ですね。指で強く。はい、
で、これでね、多分これでももう大丈夫なんですけど、一応ちょっと数分置きましょうか。他にもう一本あのパンクしっぱなしだったチューブがあったんで、それをね、乾いてる間にちょっとやりましょうか。見えるかな、ここ開いてますよね。どの状態がいいのかな、完全に乾いた方がいいのか。僕はいつもあのちょい半乾きでやってるんですけど、ですね、さっきと同じ感じで、まあ、この時点で、まあ、まあこの時点でこう貼っちゃって、でこうかな、ここがね、貼れないんですよ。まあ、貼れないとか、まあ、剥がれやすい。どっちかっていうと。はい、それじゃあですね、5分くらい経ったかな。剥がしてみましょうか。ね。これが結構ね、結構綺麗に剥がれてくれなかったりするんですよね。はい、こんな感じで、貼られるわけですね。で、まあ、ちょっとね、このエッジが弱いところも現状あるんですけど、これタイヤの中で膨らませたら、そこでまた圧着されて、ずっと何日間もね、圧着されるんで、それで完成するんですよ、完全な状態になる。だから、若干こうエッジがね、現状弱いのは気にしなくていいと思います。あまり張り立てて、こう空気入れたくないんですけど、これ剥がし始めのところですね。剥がし始めのところがちょっとこうめくれてますけど、まあ、ここら辺のエッジは綺麗に離れてると思うんですよ。で、へこまないですよね。ここだけ、ここだけ引っ張られるっていうことがないんで、これが超薄型のメリットですね。気になる方は、まあ、調べてもらうなり、概要欄からリンクで見てもらったりされるといいと思います。